おはようございます。11月20日月曜日の朝ですね。はい、普通のおじさんのラジオを聴いてください。よろしくお願いします。収録だけど、高坊さん聞いてるか方？<laughs> <laughs> 高坊さん起きてたらおはようございます。<laughs> <laughs> みんなに向けてくださいよ。みんなにあと誰がいたっけ？いやいやいや。<laughs> <laughs> 高坊さん。 あ,ったから、ね、あ,あそっかそっか <laughs>、えー、この番組では、ね、またこれもあそ FM この番組ではねでこれもうあ,あとであとで紙もらっていいあ,あそうですね <laughs> 新しく渡しますじゃあ私が言いますねえっとメールアドレスは 797-FM ギノワンドットコムにメールお待ちしておりますありがとうございます、はい、やっぱりよ <laughs> 何年もやってもよ

自,自分がのんびりのんびりやってる時にあれもう協賛ついてやるっていつの間にっていうええー、やる気があった直近はいすごかったねなんかああいうの向いてるかもねそうですよねちゃんとそうやって考えてやってるんですねこ,こと細かくさ人とこう喋ってゲストもよなんか連れてきてさうううんうん、うんでックに行ったんでつい普通に名前呼びそうだけどさ <laughs> すごいな、俺のんびりしかやらないよって言ったから、いいよって。<laughs> あのこのラジオも結構聞いてるといるよって言ったから、はいうん、そうって言って、うん、でその後から高坊さんとかいろんな人が。 なんかツイッターで「聞いてますよ」って言ってから「ああ聞いてたの」<laughs> <laughs> リアクションあると、ね、嬉しいですよねい聞いてたの?」って「どうして怒らなかったの?」って「笑ってた」っていう「うん、<laughs> ああそんなの」っていう感じだったということで多分何もなくても誰かが送ってくれる。 期待しまし,ょう期待しましょう <laughs> 送って返信ないけどすいませんね。<laughs> ということで何喋るあそうだあのお年玉の話を正月。えおおんか高坊さんに似てるんですけどこのお札待って <laughs> 高坊さん500円札の人に似てるんよ <laughs> どうする待って初めて見ました <laughs> 私500円札そう高坊さんもこれ分かるよこれさわかるこれ、ね もう聞いてるか聞いてないか分からんけど反応してて「正月の時さ500円札と1000円札ってされなかった」だから500円札初めて見たんだって私これこれこれがねも騙されそうこれが騙されるのですよねだってわからないもんそう1000円札っぽいでこの1000円札と一回り小さいんだよへえ500円札の方が小さいんだ上手な人はこれと 1000円札を混ぜるわけさ。はいはいはい。わかるうんうんうん。あ、もうもう2000<う>、ね、円にしか見えないですね。嫌なおじちゃんはよ。はい。<laughs> 自分だけ酒こうやってよ。このさ、1000円と500円を同時に入れるわけ。うんで2000円だっ開けた瞬間、1500円。<laughs> ええー、何ねこの500円もらうときいいよし。って言ってからおじさんたちは酒こうやって。へー えこれ本物ですか。本物よ。すごい取ってあるんだ。もっとあるよ。ええ今ってでも使えないですよね。使えない使えない。ああでもすごい。そう。富士山が書いてありました。うんお守り代わりにやってる。だからラミネートしたいんだけどさ。うん。職場で勝手にラミネートできないさ。ましかもお金だしね。だからチャンスがあればやりたいわけよ。ああじゃずっとお財布に入ってる状態なんだ今。そう。 えーすごい <laughs> 初めて見ました。<laughs> っていうのを多分これ昭和のあるある話よ。あ昭和まで扱ってたんだ。真優さんもわかると思うよ。へえ<ー>。ウェイさんも聞いてたら笑っといてねってるはずそうで。でそれとねゆくはる話がねその時あのあれよこの親戚中集まるんだよ。 集まって親戚同士お金を集めてお年玉とか何とかってやるんだけど、はい大体あるあるで大体いい酒代に消えていくっていうあ,あるあるなんだそれでお母たちは怒ってるそばでお父たちは酒気あげ飲んで酔っ払って眠ってお昼から飲めるのなんかお正月の醍醐味というかう今はもうないさ。 あの時はまいはいはい。でまたあのー、親戚のあのム、ーあのー、ン,ンチューだ。ムンチュームンチューって分かム多分ムューあると思うよ。んなんだろうお父さん方のムンとこかなお父さんもしかしたらムンの上かもしれないしその中に入ってるかもしれないし。なんだそれムンチュ,ンチュって、あのー、一番上がいるでしょはいはいはい。要は社長さん 社長みたいな感じがいて本家本家いわゆる本家<ー>本家なんだけど、うん、本家の下に枝分かれしてるっていう感じのが、うん、文中っていうふうに考えた方がいいですうちこの文中の上ではあるわけうんないけどないけどもうないけどね多分まあ歴史上まだ何かあったら文中になるんじゃな、ね、い みんな自分のところに集まると思う <laughs> あなるほど自分のこの血筋にねはい,はい、はい、ま集まると思うんだけどその文虫の上なんだけどこの文虫のお家とかに集まるわけあなるほどそうで集まるさで集まってやるとこの文虫はあの上座あるさ、はい。上座に座るわけでこの文虫の 上の人じゃないと座れないうんなんていうのあのー、最近使わね日本語ね思い出したいなんか本当にあるわけ <laughs>、はい、このおじいしか座れない座布団とかあるわけはいはいはいおじいの月は音音の月自分とかっていうでこのこれがふかふかだわけん<ー>でお前はこれ使えるって言われて えー、なんでよってこれはもうおじいしか座れないって。でもお前は座れるよって言ったら、周りのおじさんが嫌なじらするわけ。ー <laughs> えーって。それはそう思うよね。だって8歳、<ー>8歳9歳の人は、ここが乗ってからケタケタ笑ったら、えーってこんな顔するさ。でも、文中の跡がまだ知っている。 ああそれだから触れるってことっていうのが昔はあったわけさもっと武器みたいなもんさあなるほど多分自分たちも昔は武器だったらしいうんあのどっかの城の武士だったらしい守ってた人だったらしいわけさうん、うん、カンナでだうんカンナ時代も那覇だから多分那覇,那覇じゃないあなるほど那覇あの,のなんかでそのやっててもう昔はそんな感じ 多分<で><ー>この文書のところにいて酒を加わるわけ、はい、でおっさんたちに「竹おい、うん、しいこっちと酒があり」で眠る、うん、でそばでおばちゃんたちは「あんたたち子供たちのためにお金集めてるのになんで落としたまきちってからあんたたちが酒飲んでるって,て関係ないしっていう話をしたっていう話へえ白い多分お父さんわかるんじゃないかな 私父方が内地なんですよね。お父さんも多分似てるかなと思う。<ー>多分、うん、父方でも、もう四十、五十。五十。五十だったら、多分家に親戚内地もっと集まるはずよ。<ー>でお酒飲むはずよ。確かに。うん、で、お酒飲んで。で、多分、お金を集めて。あの、お年玉とか、いろいろ考えて、はい、必ず文鎮の上がいるはず。へ<ー>で、多分、神座にいると思う。 あ、そうなんだ。うん。今はなんか、そういうのあんまり考えなくなってきたってことですか、ねうん、自分がもう最後だね。子供の頃が最後。<ー>だって、そういう儀式があるっていうのもないのに。確かに。うちのートもやってたと、お前が最後だからって。へえ<ー>。もう、前も何度も話してる、話してる文中が全員並んで。うん。おじいがまた生きてる時。はい。お父さんは、うちの父ちゃんはそばに座り。うん。うちの父ちゃんは真ん中座り。 で自分隣に座り、うん、これがうちの息子の次の文中の頭ですって言って座布団に座り<ー><で>それ何歳ぐらいだったんですか <laughs> もう10歳ぐらい10歳ぐらい小学生なんだで意味が分からんおじ、ねんんうん、さんたちんが自分の目の前に来てから、はい、どけ出してから頭をつけてよろしくお願いします何々ですお願いしますって回るわけええー で本当にもうよく言うけどもそばにも十人十人って本当に二十人ぐらいないからこれ全部親戚ですか親戚の親中の下だ,わけだってもうみんな五十六十だよ頭下げるわけ自分の息子ともともよろしくお願いしますともともよろしくお願いしますその代わりもんちょめんとくさいらしいその代わり親戚周りを全部回るわけへえ大変ですで あれもあの落としたまま回すわけうんその代わり大変ですねっていうかうちのカンナのあれだったあ<ー>一応本家には行くよ今去年から行ってはいはいはいあのおじいちゃんの代わりに本家に行ってやったそういうのがあったんだ、うん、うちのじいちゃんの親のところ、うん、行って、うん、ああ来たかって喜んでたよ 見たこともないよ、このちゃん。<laughs> 年に一回しか見ないよ。<laughs> <laughs> 確かにな、お正月ぐらいしか会わないですもんね、親戚の人と。もうそろそろ連絡しないといけん。また行きますねって言って。お,<ー>おうちもまたもう一回調べて。そっか。でも、そうでも不思議と普通と他人行儀ではないね。普通に喋るお<ー>なんかあれ、初めてじゃないですねって。まあ、親戚だからな。 <laughs> 親戚でもなんか普通に喋ってるようなっていう話をして俺もそう思うんだよな電話の時から怪しいと思ったけどすぐな染んだんだよなって <laughs> なんかあるのかな <laughs> あなんかあるんだですねなんか何かあの結局は家族さだって自分のおばあの兄弟も兄弟もハワイにいるわけだいつかハワイに連絡取りたいねと。 だからうちのアンチュタさんありますねハワイもねあれに応募してからなんか探してほしいってへえでもしやったら多分通るよおんか3世とかねそういうのあるからね親戚ニーかが2人くらいいたからあ結構住んでるんですねでおばあちゃんそれを片言の英語で返すっていうへえすごいおばあおばあすげえと思っただってその時7080だよ でちょっと方言方言くらいしか聞いてないようん、うん、今から方言と標準語、はい、で英語も喋るわけすごいですね三角ここ喋ってるって <laughs> 三角 <laughs> <laughs> 方言も入れたら、ね、確かに方言入れたら三角ここだって思ってくれるへ<ー>そこからオーバーオンすごだからねあもうせめて親戚とも連絡は取りたいよねね確かにこう,こういう時にしかね、うん、なんかなかなかね ハワイには行かないけどさ。<laughs> でもいいな、親戚入れて、ハワイに。でも、ハワイにもう行けるんだったらさ。はい、旅費だけ持っってからら仲良くなったらよはいはいはい。だからね、でも、物価めっちゃ高いって聞くからな、<laughs> <う>ハワイね。うんうん、いいよでも、食べに行かなくていいから、おうちでいいからって。はいはい。行くだけね。行ってね。顔見たいって、言って,って、ね、多分帰ってすぐ帰らず。なんで <laughs> 旅ョが。<laughs> 高いはず。 なんかだって何万年ハワイ十万ぐらい行くのぐらいえーどうなんでしょうねもっと行くんじゃないですかいい子は、ね、往復でいいでもね一回ぐらい行きたいなねえ<ー>。っていすごそうだ最近山勝ちやってからねおばあの兄弟大丈夫なのって言ったらうん。島勝ち買うから大丈夫よっえあそっか島何個かあるからねよかったね,っ,たねって言ってもそれってよかったねって言ったらダメじゃないハワイの人にってそうだけどな ってていう話をしてたお<ー>正月からこんな話が広まったああそうなんだ今年はどんな感じになりますかねうんでも症あんまり変わらんと思うよ <laughs> インフルエンザが今度は流行ってるしねえ<ー> <laughs> んか最近流行ってますよね体調不良が<う>お子さんとかどうですかで風邪やっぱ腹壊してさ<ー>ご飯食べれなくなってさ、えー、でご飯食べれるようになったら今度はうんちが出ないわけ でやっとうんちが出るようになったら、うん、いつもの通りのわがままに戻っている <laughs> 健康になったってことね健康だねと思いながら今日の朝もわがままし放題して助け,、はい、助けるような目してから自分が冷めた目で見 <laughs> たから目そら <laughs> すわけで多分やばいと思ったんじゃない「殿閉めてね」 ってどう <laughs> パチンと閉めていくわけ <laughs> あ。一応反省はしてんだっていう話。<ー> <laughs> もう自分がいてもはってやるから助けてって言ったらさめだめで。ね、助けないよって <laughs> んってへえそうそうそう,毎回うあんまりそっか怒りはしないのかなんかねまあお父さんになったばっかりだからあんまり怒らんでっていうのもあるけどうんただ元先生だからうん自分が本当に冷めた時の表情分かるからやばいと思うのかやべって <laughs> いいですねそれで気づいてくれると <laughs> いい子じゃないですか <laughs> そうだけどね <laughs> とりあえ CM は入れる、はい行きましょう沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ夕方になるとおいしそうな夕飯の匂い毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ夕方4時から空いてるよみんなおいでよ住吉国際ジュニアクラブ はい、おばあ三段階に行こここうかねどこど偽の庵主の介護と医療といえば海と温泉と天眼生成の三段階グループがあるさわかるああ大山と内泊にも三段階グループがあるね嘉手納にもあるよはい立家立家三段階に行こうメゾレー !NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人シングルマザーの生活支援を行っていますより良い社会を作るため 人々の絆を強くするため私たちはゆいまーるの心で活動しています弱者に愛の手を NPO 法人「プロミスキーパーズ」はいということでですね「そうだ何か言おうと思ったの思い出した」はい、えっと11月からも収録の朝7時になったので、はい、生がないのでえっ、ー、と、うん、ダイレクトメールというものを自分が疎いもので。 もしよかったら YouTube の方に何か書き込みがあったらお返しします。確かによろしくお願いします。ぜひぜひね、メールでもいいんですね。メールってなんだあそうか、メールって、あ FM ギナーのメールにメッセージでもいいし、それで見れる。それで私が渡して、こういうメッセージが来ましたよって。お願いします。もし来た場合はお渡ししますので。うっといいんだ、これ。 ね、自分が言アナログだからできれば YouTube とかにやったらそっかそっか<わ>見れますもんね分かりやすいです返信しますよろしくお願いしますお願いしますあと10分ぐらいかそうですねあと10分もないかな56分でね朝起きて何も考えてないからさどうしようか何喋るか <laughs> だからもうお正月の話しちゃったらねもうんもないよねクリスマスの話するからクリスマスそうですねもうお正月も早いけど、うん、でも世の中のお父さんお母さんたちはもうクリスマスの準備大変よへーでもあー<う>そっかじゃあどうしますお子<れ>さんにはもう考えてるんですかまあ買ったんだけどおあれじゃないあのたまになんか本持ってきたから「はいね、見てこれ」って言ってこない 欲しいアピール私子供いないからなでも姪っ子とか行ってきますポケモンカードが欲しいって最近ありますねどこで手に入るの分かんないな一応聞いてる一応聞いてどこに行けばいいのって言ったらか一応ポケモンカードに関しては先に言っとこうねはいあの1枚2枚でこれこれぐらいしか買えないよとはい はっきりって交わした方がいい。あ、そうなんだ。あの、小学生は強い弱い関係ない。高いキラキラを欲しがるから。ああ、なそういうのがあるの。そう、嫌い。あの、もう本当に。プレミアとかです。宝石、そう。宝石みたいなやつの。ピレ、あの、キラキラ。まあ、本当。に値段も、形も、キラキラのもの。値段も。あ、そんなイラクサがピンキリ。ピンキリで欲しがるから。だから、もう。 自分が、はい、多分勧めるのは、はい、別の財布をわざと持って2,000円とか3,000円とか入れて、うん、これだけしか入ってないからねって何買う,こうおそっから選ばせるにもう中に2万とか3万入れて、はい、こう見せたら合うというあじゃあもう持ってないよ<う>これしかもうこれしかないよあいいっすねその手もうこれだけしかないけどじゃもうこれだけ全部使って買うから。 うんうんうん選んでってでちょっとオーバーいいでしょってうん内容うん洗っ,ったらもう無視するわけへ<ー>じゃあなかったら帰ろうかっていうわけうん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 そしたらいいよこれでああいいの選んだいいの選んだよかったねって言ってから済ますおお<ー> <laughs> なるほどねそれ使ってみようかなそうそう。 そっか、うん、今年はちょっとプレゼントしたいなぁとも思,思いつつ小学生は悪い家がつくからさ特に小学生に、ね、でも中学生とかは特に聞くと思うよあるだろうってからうんないってばってからああいいよ別に買うのなかったら帰ろうかって中学生とか言ってもいいんじゃないおそっかそっかまだじゃあ大きくなったらやろうかなすね <laughs> たらすねたでもう言えばいいさ、えー、なんかこれお金これだけしか持ってないってなんか いいらないって言か関わらなかったよってねあの兄弟にでも言えばいいさあありがとう分かったって言わせようんえやっ今の中学生ねあんまり関わったことがないからそ,うそれ,これから大きくなると中学生とかはよ単純にさ3円商品券 <laughs> あっほんよへえやっぱそういう方が嬉しいんだあのお金1万2万渡すとなんだろうあのなんか有効が出る、うん あ商品券 3A、あのー、とかマックス・バリューとかあるさ、はい、どこにでも使えるいもう2枚2二万円分ともいいから、うん、なんか欲しいんだろうなと思うんだったら、うん、あ商品券そういえば余ってたこれで何か買いも行くってやるわけそしたら、はい、もうこれだけしかないさ 1>、うん、で1万2万だったら多分隙があるわけはいはい、はいる隙があるわけ財布入ってるよね これしかないって言ったらこれもう1円でやってもダメですだから多分頭使う子は「あ,あやばいどうしよう財布の中にってもしかしたら自分で100円でも1000円でも持って行ってそれで買うわけさうんで10円20円だったら「あ,あ足りないあ,あかこれだけならあ,あ,あるね」って出すわけうん <laughs> 確かにねこれしかない作戦いいですね知恵比べ でもこれもあれだよ。でもこれの自分の知恵じゃなくて、はい、前生体の先生が言ってたんですかうん。商品券渡すよって。自分はね、<ー>小学校6年生だったかなその時。はいはいはい。その長女が、はい。これを商品券渡すんだって1万円ポンって渡して。はい、プレゼントって渡すだけ。はいはいはい。そしたら頭を使うこれをどうやって使おうかって。うん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 。一箇所で買わないといけ。オーバーしたら自分のコツがいかなかった。確かに。さあどうするノルさん。 っていうのでなんかへえまあそのある中でね探しますからねその好きなものとかそうそうっていう話結局お正月の話<ー>なクリスマスの話何の話したか分からんけど結局月曜日もこんな感じだ <laughs>、ね、<laughs> 残り3分ぐらいになりましたねあと3分かウルトラマンだね、はい、何しようかなどうしようかなたまには真面目な話するか もう3分でで真面目な話できますかるよオッケーオッケー最近インフルが流行ってるわけさはいはやってますねでこのインフルねあの勘違いしてる方がいるんだけどははい、はいインフルにかかってもあの伝えない人がいるえー、インフルですっているもうインフルですけど治りましたとでも<ー>これで一番困ってるんか兄弟組は来てるわけ はあ、意味わかるかかった子は来てない、うん、例えばねえねえ弟弟,弟とするねえねえがかかっとするねえねえが熱で休みます弟二人来ているーんでもなんか検査したらインフルでしたって明らかにインフルってわかるよね、うん、熱とか見たら、うんうん、変に嘘はつかないでも正直に言う、うん、今はこの子しか見れないと。 うん、断言してください。で,で、親が断言すれば、保育士は何も言えないので、でもその代わり、何かあったら迎えに行きます、うん、お願いしますで、ちゃんと言ったら親も、親持ったのも先生たちと多分理解すると思います。<laughs> ちゃんとねあ、あれって思うかもしれないけどあ、この子の症状がダメなのかな、大変なのかな。 っていうふうに、うん、おじいちゃん、おばあちゃんはどうなんですかっては聞くかもしれません。おじいちゃん、おばあちゃんはこうこうこうやってできないので、すいません、お願いしていいですかって、その時には正直に言った方がいいと思います。なるほど。多分それがコツかな。お<う>っていう話。そうですね、ねあとあとね。そう,うん、変な関係にならないためにね。でだから、こういうことをすると言われるのが、うん、保育士も親なのに。 子供いるのに、お母さんなのに、お父さんなのにっていう気持ちともう一つが保育園は預けていいんだったらどんな状態でも預けていいのっていう思いになるんですよね。うーん <laughs> だって保育士だって親ですよ。うん。休みたいですもん。ですよね。うん。でもそれを我慢して園児たちを見ているっていうこの背景を見て。 多分対応すると多分、保育所の対応も変わるのかな、うん、っていう、うん、3分で収まったギリもう。<laughs> はい、ということで、なるほど今週の放送も終わりでした。皆さん、月曜日お仕事頑張ってください。いってらっしゃい。